せーの、金曜日のシュカシュン FRI-PLY フライデーナイトのシュカシュン FRI-PLY from 大阪シュカシュンハッピーナイト Always everybody ハッピーナイト金曜日の夜はこんばんも始まりましたよ。はい、今週お届けいたしますのは私エオンとマイナとルナです。よろしくお願いします。まあね、言うてますけどね、はいはいはい、でもよかった、えらい元気になってルナとエオンさん。いやー、もうお待たせいたしました。本当 に本当にご心配おかけいたしまして。おかけしました、うん、しんどかった？しんどかったな、うん、しんどかった。ビビるなあれは、うん、なんなんあれ。なんかそのルナが実際、うん、あの陽性になって、うん、こうやっぱ携帯ってさずっとさ、うん、持ってる見てるやん、うん、でその YouTube とか SNS であの共感したくなったんよ、人と、はあ、この辛さ、うんうんうん、一人じゃないんやって思いたくて、うんうんうん、だからなんかそういう一つのなんか素材っていうか、うん、なんかになればいいなと思って、ちょっと今からいろいろ話したいなってって思った。わかる、共感だ。そうそうそう。だからちょっとまあなんかしんどい時はルナとたまにそうそうやっぱ共感できる部分があったから連絡取ったりしてたもんな。うんうん、そうしてた。一個だけはして、一個して、もう二個だけはして。前だから体調どないって来てん。うん。来た来た来た。で体は大丈夫やでありがとうって送ってなんか、うん、ほんなもう一回体調どないって来てん。LINE 読んでる？今 LINE 返してんけど、何言ってるって、一日置いて体は大丈夫やねってもう一回送ったら、あ、よかったって、よかった、ほんまに、だって体調どないって答えたでって言って、めちゃくちゃおもろいと思って爆笑。もうこれはでもさすがに元気出た。同じ聞き方しかも。しかもさ、体は大丈夫やでのびっくりマークさ、前の日より何個か増えてるやで、増やして増やさなな、この語彙は伝わってなかったみたいやわ思って、びっくりしたよ。ごめんね。いや全然いい、逆にほんまにそれで元気出た、ほんまに、うん、そう、なんか結構さ、うん、あの5人のグループとかでさ、うん、どうみたいな、うん、コロナ陽性終わって、うん、あのまあ体力とかがさ、うん、戻ってない時期もあったやんか、うんうん、でその時もなんかあの無理はしないでみたいな、うん、なんかすごいリーダー優しいなと思った、うん、いやでも体力絶対落ちてるやん、うん、めっちゃ痩せたんちゃう、うん、と思ってんけど、ちょっとワクワクっとしながら体重計取ってんけど、あの落ちてる、あの 1,2 キロしか落ちてなくて、ルナの方がなんか結構連絡取ってる時は食べれてないとか聞いてたから、そうそうそう、うん、なんかやっぱ味覚と嗅覚がなくなって、これがやっぱ一番きつかった。やっぱ味覚も味覚がないのにご飯を食べてるっていうのがすごい気持ち悪くて、そっから体がご飯を受け付けへんくなって、おかゆしか食べれへんくてみたいな、だからちょっと経ったら立ちくらみするしみたいなんで、体力がもう、そう、日が経つごとに体は元気になっていってんのに、体力がないからすごいアンバランスな感じあって、味覚がないって分からへんねんけど、それでもな、伝えようがないねんけど、ほんまに何の味も知らんねん。そうだから、ただ噛んでるだけ。マジで？それをお水は？お水、うん、だから言ったらそれ以外のドリンクは全部水、言うたら、そうそうそう、だから初めてトマトジュース飲んで味しやんかったもん、あんな赤くてドロドロしてんのに味しやんなんかもう、うん、逆になんかある、なんかこれはちょっと大体わかるかも、ああ風味なんやろな、あれ遠くに感じる日はあるよな、そう、なんかなんていうお酢の酢の物とか食べたらさ、うん、ジューンってくる感じわかる、顎らへんが、そういうのはわかるねん、感覚的なやつな、そうだ、酸っぱいとかはその酸っぱすぎるレモンとか、うん、食べたら顎がジュワーンってして、うん、あ、これ酸っぱい食べ物やみたいな、わかるねんけど、もう他は全然で、塩っ気があるものとかは、あ、塩やとかはわかんねんけど、塩の味はしやんねんな、んな、なんかそのマイナもさ、そのずっと自宅待機、自宅待機やったから、うん、ずっと寝てるたんやけど、うんうんうん、なんか元気な自分でもずっと寝てたらさ、うん、
久しぶりに起き上がった時クラクラする感じ、うん、でそれでさらにコロナで熱とかやったらもう想像以上にしんどいんやろうなと思ってて、うん、めっちゃ心配やった。で、うん、ヨンちゃんはあれやったの？あ、なんか保健所からの連絡を待つよりやっぱ家族、一緒に家族とやっぱ住んでるからずっとおるのがちょっとあれやなってなって、うんうんうん、まあ、親がウィークリーマンション1週間借りてくれて、うんうんうん、そこで別のとこで隔離しててんけど、うんうんうん、一人でなんかまあ毎日ご飯作って持ってきてくれててママが、うんうん、で非対面で会わへんように鍵にかけてくれたりしててんけど、うん、一回なんかやっぱ食べられへんから、うん、冷蔵庫に入れて次の日食べようと思って、うん、でもなんかこれ食べれるんかなってその何1日置いたやつ、うんうん、と思ってママにこうやって食べていけるんかなって聞いたら味変じゃなかったら大丈夫って言われてんけど、あの味知らんから味知らんから変じゃなかったら変やからもうそもそもみたいななってそっかほんならどうしようかな言うて言ってたから、うん、そやねんと思って味がな、そう味がな、なんか TikTok とかでは回っててんけど、うん、やっぱ亜鉛が結構その嗅覚味覚には効果があるみたいで、亜鉛のサプリとかを毎日飲んでるっていうのはやっぱいいみたいなんで、うん、これはめっちゃおすすめする、うん、私は1週間で味覚嗅覚が治ったんで、うん、おすすめしますめっちゃ、うん、いやーやっぱで今はもう治ったルナ、ルナはそうね、あの味するものとしないものがまだある、うん、マジでなんかこれはルナ基準やねんけど、うん、ベロに浸透するもの、うん、は味するけど、うん、スムージーとかってこと、うんとか、なんていう、なんかタレをつけて食べるものとか、タレが浸透するやんはすんねんけど、 なんか固体とか、固体ななんかしにくい、ポテトとか、あーまだポテト来てないんだ、ポテト来てない、うわーちょポテト来てないんかとかないねん、ポテト来てない言うてて、ポテト来ると嬉しいよなこれ、でもポテチ食べてポテチ来た時めっちゃ嬉しかったから、うそポテチ来た思って帰ってきたポテチ、チョコパイ来たみたいなえ、でだんだんさ分かってくるの、そのいやもう分かったらもうちゃんと味するな、うん、そうなんや、急なんそれ、起き上がってさ目覚めて、うんうん、朝来ました、うん、弁当を食べる、あれ、あそうみたいな、あれこれは味じゃねって、おえー、マジで、そう味噌汁味しやんかった、ほんまにお湯飲んでるんかと思った、ほんまにめっちゃわかる、お湯にわかめ誰が入れた、うん、みたいな、うん、ほんまにマジで、うん、でもマジでルナはルナホテル療養で、うんうん、あの24時間こう、うん、部屋の電話をつないだら、うん、あの医療従事者の方が対応してくれて、うん、素晴らしいよ、そうほんまに感謝やなと思って、しかもルナこれめっちゃ最終日に感動なエピソードがあって、うん、ルナずっとご飯食べれへんくて、うん、お粥を別で用意してもらってたんよ、うん、でそれを朝昼晩食べれる時は食べてて、でまあ、で朝と夕方に電話をかけてきてくれて、体調どうみたいなを看護師さんの方とこう連絡取んねんけど、その夜ご飯を取りに行った時にこの袋に入れてお粥を渡してくれんねん、でそのおか、その袋に付箋でその部屋番号となんか早く頑張って、あ頑張っていっぱい食べてねみたいなメッセージ書いてくれてて、みたいな、絶対24時間もさ、うん、ずっと働いてさ、うん、いっぱいいっぱいなってる中でさ、うん、すごいあの、うん、気持ちを理解してくれて、うん、背中を押してくれるメッセージまでつけてくれてさ、うん、めちゃくちゃ泣きそうになってさ、うん、今でも財布に入れてる、入れてる、あ、いやでもさすがになんかほんまに感謝やなと思って、スクープ探検隊、まあ、しかし、まあ、自分とか、うん、まあ、ルナの場合ってこう、うん、フェスがあったりとか、そうそう、まあ、コネコレロックも出られへんくなってしまったりとか、うん、こうやっぱすごい、なんやろ、目に見えて責任を感じるというか、うんうんうん、それがやっぱりこういろいろ考えたけど、うん、でもそれこそコネコレの主催者の今津さんとか、DM くれた、うん、そう DM わざわざくれたりとか、コネコレの主催の今津さんのマネージャーされてる女の人が、うん、まあその、うん、自分たちもそういう場面に出くわしたことがあるから、うん、連絡するかすごいもやったけど、でもやっぱどうしても心配で連絡させてもらったみたいな、めちゃくちゃ丁寧に、うん、もうなんかもうすごい優しい言葉かけてくれて、なんかめちゃくちゃ温かい人たちに囲まれてるなっていう思ったし、
まあ、だからこそ、うん、ああいうあったかいフェスが毎年8月13日にやってたね、コネコレロックフェスとかあるねんなって思ったし、うんうん、あの時の実行委員の皆さんがさ、うん、なんかコネコレ春夏秋冬とか言ってさ、うん、その手をさ、うん、サプライズでさ、うん、披露し歌ってくださったじゃん、うんうん、やんか、もう涙マジで止まらんくて、わかる、あれやばかった、やばかった、なんか自分たちのライブ映像とかミュージックビデオが流れるんかと思ったらさ、うんうん、なんかどうもみたいな感じで出てきて、えっと思って、しかも今津さん、うん、T シャツ脱ぎながらマイナですとか言って一応ボケもな、かましてくれてたもんな、そう、なんか自分らの曲やし、自分らがその手は特にさ、うん、みんなでめっちゃ思いをさ、うん、並べた歌詞やんか、思いをね、そうだから自分たちの曲にもなんかすごいパワーをもらって、うん、あの時になんかこういうフェスをしたいなって思った、うん、そのミュージックモンキーフェスが中止になってしまったけど、うん、その先輩たちが送ってくれたあの時間で、うん、あこういうフェスをしないとってすごい思った、うん、だから人にパワーを届けるって、もうそれってすごい、ほんまに言葉だけで聞いたら簡単な言葉に聞こえるかもやけど、うん、やっぱそれがすごい力になってるのは変わりないし、うん、なんかそういうフェスにしたいなってすごい思った時間でした、うん、せやな、うん、そろそろ次のコーナーに参りたいと思いますけども、はい、次のコーナーはですね、除菌コーナー、よっしゃい、はい、ほんまになんだルナとマイヨよっしゃい、ほんまこの歌だって始めさ、これラジオメンバー振り分けるときさ、ルナとマイナー多分別の方がいいよなみたいな、それなんでこれ今回こう真面目なさミーティングでなってたのにさ、やってんな、やったな今日、うん、だからやな、でも意外といい、最初はな落ち着いてたよ、こっからまずクリアすんちゃうか、そう除菌コーナー、あそうや、ほらもうこんな声出すもんだって。まああのね、お悩みをきれいさっぱり除菌解決、うん、いたしていきましょうというコーナーで、はい、今回もファンの皆様からですね、集っていただきまして、はい、ちょっとお答えしていきたいと思います。はい、じゃあ私が選んで読んでいいんですか？はい。いいな。いいなちゃうねん。じゃあいきます、うん。ラジオネーム、細身のジャムおじさん。あ。滋賀県の方ですね。はい。誘惑が多くて早寝できないから朝起きるのが辛いです。どないしたらええですか？甘いやんな、それって。エコーかかってる。ジャムおじはそう思っちゃってるってことやろ？ジャムおじ。これ聞いて、これジャムおじってこれいじってきてんねんけどさ、まゆが TikTok に上げた投稿の、はいはい、まあ一本の動画でこう1分ぐらいだらだら喋ってる動画があんねんけど、うんうんうん、用の。それで、まあなんか細身のジャムおじさんの話をしてんねん。それをなんか言ってきてんねん、この人は。そういう人やから、人間的に。だからその誘惑とかじゃなくて、まず、起きられへんねん、そもそも君はきっと。あ寝られへんねんやろ？いや、もう起きるんがもともと下手なんやろ？ああ。起き下手や、言うたら。おるやん、たまに起き下手な子。おるおる、あでもな、実際、絵はもう小学校の時起き下手やで。小中起き下手で、あの、昔さ、アラームの音さ、いちいち音楽とかにしとったやん。してた。で、あの、リル・ビーのさ、うん、君に歌ったラブソングってわかる？わからん。なんでわからんねん。テンション上がらんわ。わからん。まあ、それにしててんけど、うん、まあ、それがフルで流れるから、家族全員が嫌いになるぐらい、うん、その、なんか、毎日流れるから朝に、嫌いになるやん、人の、あれ、うん、あれ悪いよね。あれ、うん。それぐらい起きられへんかってんけど、うん、起きれるようになったんは、これ、責任感やねん。かっこいい。これな、責任感がある気でね。これなんで起きれるようになったか言ったか、うん、私な、早朝バイト始めてから出ました。これ夜勤の人に迷惑かかる思ったら起きれんねん。出た。これ夜勤の人10時から働いてね、6時まででしょ、うん、そやのに私が遅れて行ってみ、9時とかまで働かされたら責任感感じねん。かっこいい。だからな、ジャムおじもな、うん、責任感やわ、これ。じゃあ、早朝バイト始めたいけど。あ、そうそうそう。だから、ジャムおじは、あの早朝の、あの、バイト何でもいいわ。あの、コンビニでもいいし、うん、なんか、ま、配達系、うん、とか、なんか、仕分け系とかでも何でもいいけど、初めて見、早朝。うん、でも、早朝はな、ルナも早朝してたことあるんですよ。うんうん、でも、私、5時から出勤やったんよ。早い。5時、9時。早い。で、4時15分に起きなあかんねん。それそこお茶漬け食べて、なんて朝お茶漬け食べるの？いやもうご飯食べるの私倒れるから、うん、朝からあったかいのよう食べるな。いやもうじゃないと流し込めるやん。流し込めるやん。そうでも朝お茶、うん、そう朝お
お茶してでも明日バイト4時15分起きかと思ったら夜が憂鬱になるねん。だからやめました、私。なんかもう優雅に過ごされへんのよ。まあ、分かる分かる。なんか人生がもう4時に、うん、すごいなんか責任感の、ね、うん、そのもう圧がすごくて、責任感この子すごかったみたい。逆にいやもう4時はしんどいで思って。いや分かる。10時過ぎたらそうそうですね、夜の。わかる、早寝な早寝なんてな。でもそれがすごい人生、うん、私笑えてる時間少なくなるんじゃないかと思ってごめんなさい、やめました、うん。まあだから適材適所やりたい。そう、合ってる人は合ってるし、合ってない人は合ってない、ね、自分の好きなことをやった方がいいし、うんうんうん、だからその誘惑が多くてそれにあれすんねやったら、うん、まあそれ大きい、ね、寝る時間それで削られるんだしゃあないや、うん、そう、そう自分が選んだことやねんからな、うん、そう、じゃあ文字そう、早すぎるバイトやめときやって言いたいね、うん、そんなこと言ってないやろこの子ルナは。ああ、そうそうそう、そうよ、うん、いやほんまに。まあだからジャム王子はあのジャムでもジャムでも塗って、うん、あの出勤し、そうね、ほんまにパンにジャムでも塗って、いいやいいや、うん、それが一番いいと思います。うん、大阪府レッドスター。うん、じゃあ A とかですね、出演率高い。いやほぼレッドスターレッちゃんで回ってるから。すげえな、このラジオ番組は。いきます、レッちゃんのサポートでお送りします。はい、どうぞ。いいな、うん、いいんかい。8月は涼しくて夏が少なかったですが、9月に何か夏を感じられるものはありますか？わー、なるほど、言ったってください、ヨンさん。はっきり言わせてもらいます。はい、クーラーです。はい、どんな時でもクーラーは夏を感じさせてくれます。うん、19度にしてみてください。19度にして分厚い布団にくるまってみてください。これ夏です。ほんまにほんまに、うん。それか、ガリガリ君、ガリガリ君はもう夏です。あの夏以外販売中止してくれへんって今言おうか迷ってるレベルです、ほんまに。うん、あっち側にね。だからほんまにガリガリ君、あ、だっけ、なんなら、なんやろ、ガリガリ布団、なんて言ったらいいんやかな、もうクーラーガンガンの、で、あの、布団の中でガリガリ君。これ一番いいかもね。あとこれとんでもないのが、はい、お風呂浸かりながら食べるアイス。あ、あれは、うん、魔王です。夢ですね。あれたまらないですからね。子供の夢です。子供の夢でしょ。はい、まあチューペットでもいいけどね。チューペット割れます。チューペット割れますか皆さん。チューペット。あれ痛いですよね。膝で割って。痛いです。膝上らへんでパンって割って。あれちっちゃい時はさ赤くなってたりとかして。でパパ割ってとか言って、もうボベタベタなのか嫌やねんとか言われてさ。でも自分で割ったら失敗してグリングリンになってもう曲がらへんくなるやつね、あれ割れへんくなって。ほんならもうハサミで切るしかなくて、ほんならハサミ切ったらここベタベタだからハサミまた洗わなあかんね。夏ですね。夏でした。夏で、今夏を感じさせてあげた。確かに。いいやん。じゃあエオンがレッちゃん家行って、うん、ふーふーってしてあげる。あんた生ぬるいのしか出えへんで口からは。なんかガリガリ君食べて。あ、食べて。口冷まして。うん、レッちゃん。ふーふーって。レッちゃんがかわいそう。なんでやねん。なんでやねん。かわいそうやん。なんでやねん。そんなガリガリスター、ガリガリスター、ガリガリスター、ガリガリスターになるから、今日からレッちゃんはレッドスターから改名するから、ガリガリスター。え、ガリガリ、ガリガリスター君、ガリガリ君の当たり当たったことある？ある。ある？え、ある？でもあんねん。なんで、うん、あれ持っていくの気まずない？え、持っていったことあんで。え、ちゃんと洗って持っていったで。洗ってティッシュで拭いて持っていったで。会話小学校の男の子や。え、洗って持っていかなあかんで、あれ。やばいやばい。俺の、俺の、俺も当たったで。ホームランの直のやつも当たったで。当たりました、ありました。あれ、うまい棒。え、あ、うまい棒に当たりあるっけ。あれ、当たりあるっけ。え、あんで、え、ないしね。あ、私。あ、プッチンプリンも当たったことあるし。え、プッチンプリンあるうるし。プッチンプリンバリうまい。やば。プッチンプリンバリうまいし。あれ、風船ガムも俺やったってことやる。俺、ガム苦手。俺さ、おっきい風船作れんで。え、うせやん。今度やってや。いや。でも俺も作れんで。何？いっぱいプーってやったら。え、プー。すごいで。プーってやったら。ほらな、この3人にするから。風船ガムの話まで行ったよ。いいやん、夏よ。風船ガム、プッってこれ終わったね。
多めのお悩み。夏はどこで感じますかって、フセガンプーこれでいいですか、かわいいからいいんちゃう、もう、うん、やっぱむちゃくちゃ、あれやな、毎回送ってきてくれるってことはそんな気悩みがあるってことだ、うん、違うね、無理やり悩み作ってんね、多分ほんまに悪いけど、エオンのためにしかしのために無理やり悩み作ってくれてる、そういうこと、だって悩み薄いやんこれ完全に、確かに、だって1個目も2個目も悩み薄いもん、そんなにみんな気使って送ってきてくれてる、そういうことか、だからあので今回だちょっとあの結構急遽やったから、確かにね、あのみんな急いで書いてくれる、前回とかもうとんでもない長い人分の人とかおったのに、2人とも2行、ね、今回やばやだ、ごめんなさいね、無理して悩ましてごめんなさいね、本当にありがとうございます、でもいい感じですよ本当に、あ面白い、はい、ということで、はい、貯金コーナーでございました、やったー、はい、ありがとうございます、エンディングでーす、早っ、体調どう、ちょもう体調どないな、ちょほんまあのスクショ出したいわ、いいよ、でもエオンちゃんさ、うん、マジで人と喋ってなさすぎてさ、どもってる、なんかどもめっちゃどもってた、うそやん、どの辺が配信が、いや配信、あの YouTube で配信したじゃないですか、生配信しました、しました、ちょうどこのラジオの前に撮ってやったね、そうそうそう、活動再開しますっていうのをやった時、うん、あのあのそのうん、あのいやいやいや、エオンちゃんじゃないぞって思った、でも伝えたいことがいっぱいありすぎて、まあでも確かにほんまにインフィニティ、ちゃちゃちゃ、そんなさ、手振り足振りでやる、足は出してなかったよいいやんか、なんで足見えてんの、持っていいやん、話は足は机の下だ、本当に、でもそんな手振り使ってもさ、うん、ラジオは分かんない、伝えたいことがこんなあるのに、うん、伝えたいことが、でもそんな言うけどさ、みんなで頑張っていけたらいいよね、うん、この世界を変えていこう、うん、うん、世界変えます、本当世界を変えよう、歌とダンスとパフォーマンスで、うん、私たちはそれしかできないから、そうね、そうだからステージの上で、まあだからそういったものをさ、今言ったことを歌に込めてちゃんとダンスと歌で届けていけたらいいなって思った、うん、マイナとエヨンとルナでした、さすがリーダーだぜ人の名前笑い方やばい、笑い方忘れてるよ自宅待機してくれなんか怖かったんけど今ゾッとしたんやけど大丈夫、うん、なんかお悩みあったらずっと送ってください、ほんま、うん、前だからお悩み待ってます、待ってます、え嘘、うん、言っていい今、まだ皆さんお便りとかね、じゃんじゃん送ってもらえたらなと思います、はい、お願いします、はい、ということで今回はですね、エオンとマイナとルナでした、バイバイ、バイビー、バイバーイ、わあ。